ゆきみちゃん、おはよう。最近暑くなってきたね。って、これは、まさか。あ、やっぱり。男子禁制、乙女の秘密の時間ではないですか。大変失礼いたしました。化粧室にカメラを持って押しかけるなんて、私、男子の風上にも置けない輩ですね。以後、このようなことがないよう改めたいと思います。しかし、ゆきみちゃん、失礼ついでに一つだけ言わせていただいてもよろしいでしょうか。ゆきみちゃんのうんち、めちゃくちゃ臭いです。この動画には汚い表現が出てきますので、苦手な方、お食事中の方はご注意ください。ゆきみちゃんの、というか、猫全般の話ではありますが、猫のうんちは、信じられない異臭を放ちます。やはり、肉食動物だからという理由なのでしょうか。そういえば、動物園の触れ合いコーナーにいるような草食動物たちのうんちは、そこら中に転がっていても、鼻をつまむほど臭くはないような気がします。そして、なぜか自分で匂いを嗅ぎます。猫の嗅覚は人間のそれをはるかにしのぐと聞き及びます。その敏感な嗅覚で、ここまで臭いうんちの匂いを嗅いだら、悶絶してしまいそうなものなのですが、大丈夫なのでしょうか。まあ確かに、なぜか他人のおならは臭くて、自分のおならは臭くなかったりします。しかし、果たしてそういう問題なのでしょうか。特に我が家の猫たちは、トイレを共有しているので、自分以外のうんちの匂いも感じているはず。もしかしたら、野生はいろんな匂いで溢れているので、猫たちは匂いに耐性があるのかもしれませんね。そう思うと試してみたくなるのが人間の性。そこで本日は、日本人が生み出した最強の匂いを持つこいつを準備しました。そう、草屋です。草屋という名前と、ものすごく臭いということは知っている方は多いと思いますが、食べたことがあるという方は少ないのではないでしょうか。草屋について簡単に説明しておくと、この世のものとは思えない匂いを放つアジの干物です。もし食べられるものとは知らない状態で草屋に出会ったら、どんなに空腹だったとしても、口に入れることは 1億%ないと断言できます。早速猫さんたちも興味津々のようですが、真空パックをしてあるので、まだその本性は表していません。ちなみに魚好きな猫ですが、アジは与えるとあまりよろしくない魚ですので、今日は間違って食べないよう十分注意しながら進めたいと思います。わびさびちゃんたちも興味津々のようですね。しかし、真空パックしてあるとはいえ、猫たちがここまで魚に興味を示さないのは珍しいことです。普段ならガブリと言っていても全くおかしくありません。すでに不穏な匂いを敏感に感じ取っているのかもしれませんね。せっかくなので姫様にもあげてみます。さてそれでは本番に入る前に、臭すぎて猫たちが気絶しては困るので、まず私自身の鼻でその匂いがいかほどか毒味をしてみたいと思います。
中くっ、うくっさ、くっさ、ちょっとまだ開けてないんだけど、くっさ、なんでこんな臭いの、ちょっと待って、これ本当にくべこの匂いしかしない。魚の形してるけど、魚の形した絶対嗅いで臭い。あと1回だけ、あと1回だけそれではさらに匂いを増すため火で炙っていきます。見学に来た可愛い子ちゃんたち、外では異臭騒ぎ寸前になっているとも知らずのんきに遊んでいますね。これからのみんなの反応が楽しみです。それでは匂いを堪能していただくことにしましょう。逃げちゃった。ほら。おじいちゃん、ねえ、匂いよ。これ、え？どう？臭い？どう？匂いどう？いい匂い？ほら、どう？やだよね、ごめんね、ごめんね。兄ちゃん、もう一回ね、匂い変えてごらん。大丈夫、大丈夫あ、ダメだ、臭いの？ほら、ということで、草屋を持って歩き回ったせいで猫を含む家族全員に嫌われ、挙句の果てにはその匂いが私にまで移ってしまい、
誰も私に近づいてくれなくなってしまいました。猫の嗅覚を試すだけのはずが、なぜか私が一人ぼっちになるという結果に。全くもって下せません。しかし一番下せないのは、そんなみんなに臭い臭いとネタにされ続けた草屋くんでしょう。しかし私だけは知っています。君が実はとても美味しいつまみだということ。その匂いも慣れれば癖になり、むしろ酒が進むというもの。特に焼酎や日本酒に合いそうですね。ちなみにこの匂い、一度も経験せずに人生終わるのはすごくもったいないと思いますので、ぜひ経験として一度食べてみることを強くお勧めいたします。ということで、トイレの盗撮はするわ、草屋を持って追いかけてくるわで、せっかく築いた猫たちとの信頼関係が崩壊した感が否めません。これから毎日のお世話を通して、少しずつまた信頼を勝ち取っていくしかなさそうです。それでは本日は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。you